皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。令和3年うるま市新春交換会の中止についてお知らせいたします。例年1月初旬に開催しておりますうるま市新春交換会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とすることを決定いたしました。新春交換会の開催を楽しみにしていた方には大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願いいたします。お問い合わせはうるま市新春交換会実行委員会事務局電話 973-5079 までお願いいたします。うるま市新生児臨時特別定額給付金、新生児を対象に10万円給付します。新型コロナウイルス感染症の長期化が見込まれる中、新生児の誕生を迎えた子育て世代に対し、迅速な経済的支援及び切れ目のない子育て支援を目的として、うるま市新生児臨時特別定額給付金事業を実施します。給付対象時、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した子、新生受給権者、給付対象児を養育し同居している父母等で、新生日において本市に住民登録のある方、令和3年4月1日以降に申請する場合は、給付対象児、新生受給権者ともに令和3年3月31日時点で本市に住民登録がなければいけません。給付金額、給付対象児童1人につき10万円、申請期限令和3年4月30日まで、当日付支援有効。申請方法、下記書類を子ども未来課へ郵送または窓口にて提出。1、うるま市新生児臨時特別定額給付金申請書兼請求書。2、申請者の身分が確認できるものの写し、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し。3、振込先口座番号の確認できるものの写し、通帳またはキャッシュカード等の写し。4、給付対象時の母子健康手帳の写し。5、うるま市新生児臨時特別定額給付金受給に伴う誓約書兼同意書。書類の配布、令和2年11月15日時点で住民登録されている申請受給権者には申請書を送付しています。令和2年11月16日以降に住民登録された申請受給権者には子ども未来課窓口にて配布します。お問い合わせ先、子ども未来課、電話989-5313。詳しくは広報うるま12月号7ページをご覧ください。ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか？給付対象の方でまだ給付金の申請をされていない方はいませんか？本給付金については令和3年
2月28日日曜日が申請期限となっております。児童扶養手当を受給していない一人親世帯や年金を受給している養育者世帯等についても受給できる場合があります。詳細については市公式ホームページをご覧いただくか、児童家庭課までお問い合わせください。お問い合わせ先、児童家庭課母子福祉係、電話973-4983。詳しくは広報うるま12月号7ページをご覧ください。令和3年成人式のご案内。晴れの門出を迎え、新成人の皆さんをお祝いする成人式を開催いたします。日時、令和3年1月10日日曜日午後2時開場、午後3時開式。場所、うるま市石川多目的ドーム。うるま市石川2298-1。大正平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれの方、市内在住の新成人へ12月初旬に案内状、当日の入場券を郵送します。参加を希望する市外在住の本市出身者への案内状の郵送はございません。当日会場での受付をお願いします。コロナウイルスは人の移動で広がります。ご注意くださいますようお願いします。中学校期の掲揚、会場内での集合写真は禁止といたします。新成人を代表した決意表明の挨拶を募集します。募集対象、新成人1から2名。選考方法、面接など。申し込み期限、12月14日月曜日午後5時まで。申し込み方法、お電話でお申し込みください。次選他選は問いません。他選の場合は本人の承諾のもとご連絡ください。推薦者が匿名の場合は受付いたしません。お問い合わせ先、障害学習スポーツ振興課、電話 989-3110。 詳しくは広報うるま12月号20ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。